はいどうも、凡人でございます。ということで、今日の動画はですね、FC 岐阜対ガイナーレ鳥取の試合展望というところでやっていこうというふうに思います。前節、岐阜は横山大勢初のリーグ戦でしたけれども、しっかりと 2-0 で、勝ち切って、この試合に臨めることがね、できるというところになります。対する鳥取はですね、直近のゲームでは0対4という、大敗もね、しましたし、直近3試合は3連敗というところで、なかなか苦しい中で、この試合に臨んできています。まあそんな中でですね、まずこの試合に関しましては、おそらく鳥取の方は 4-4-2 というフォーメーションをずっと使ってきていますので、変えず 4-4-2 で、来るだろうというところが予想されております。岐阜の方は前節は 4-2-3-1 のようなねフォーメーションで、守るときは 4-4-2 というところで、おそらくミラーゲームのようなね形を、予想されます。そんなところでですね、まず我々がまず一番大事にしなければいけないのは、前節できていたね中盤でしっかりボールを収めるというところですね。しっかりとボランチもしくはセンターバックのセンターラインのところでボールを持った上で、ワイドからの攻撃を仕掛けていくというところ、ここにボールが収まらないとうまくやっぱりチームっていうのは回っていきませんし、前線にただロングボールを配球してねスペースをこう下手に使うというか、そういったところに、なっていってしまいますので、まずはそういったところを丁寧にやっていくことが重要かなというふうに思います。ただ相手のねここまでの、特に目立っているミスというか、弱点というところではですね、自陣内でのミスがちょっと多いなっていう印象があります。本当にセットプレーに関しても中盤でやっぱりカウンターを食らった後のね、センターバック、サイドバック、ディフェンス周りの対応についてもですね、ボールウォッチャーになりやすいというような傾向が実際あります。そこをですね岐阜はしっかりと、抑えて、前にね攻撃に、しっかりと活かしていってほしいなというふうに思いますので、とにかくまずは丁寧にねボールをつないで、相手が対応する前にねカウンターを仕掛けるというところが一番大事かなというふうに思います。どちらにせよ左右にね強力なアタッカー陣が岐阜は揃ってますから、そういったところを活かして、左右にねこう振りながらね、どうやって、今後に活かしていくのかっていうところを、とにかく岐阜の方はやっていってほしいなというふうに思います。しっかり1点を取って、前節のようにクリーンシートで終われるように、とにかくこの試合も勝ってね、上位陣争いに食い込んでいけるように頑張っていってほしいなというふうに思います。ということで、今日の動画はですね FC 岐阜対ガイナーレ鳥取の試合展望というところでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。